相仮名龍華名明治35年8月27日は、西郷隆盛が安政の大獄の際に、江戸幕府の追及を逃れるため、奄美大島に占拠した次期の妻。琉球王家を祖とする、笠利氏から続く、奄美一の名家である田畑氏の一族である。小説やドラマなどで農民の娘として描かれることがあるが、事実は全く異なっている。奄美が薩摩藩の支配を受けた後も価格を保ち、享保11年に奄美で唯一の合資格となり田畑姓を与えられ、天明5年、判明により、龍姓に改める。本家の田畑や歴代の墓地、部財天墓地には、龍愛子とその名がある。奄美大島の名門一族である龍華の娘。幼名は、おこま金。おは、損傷、金は、かなの呼称なので、名は、とま。西郷隆盛が、奄美大島に流人として来島してから10ヶ月後の、安政6年11月8日に結婚。結婚時に、西郷が愛の名を与え、愛が名となる。なお、藩法に従い、西郷が島滞在中に限った妻となり、約3年間を、龍華の本拠地である龍郷で暮らす。万延2年2月11日には、西郷菊次郎を生む。同年11月20日に、相仮名のために建てた新居が完成し本家から移り住むが、西郷は、薩摩藩からの召喚状を受け、文久2年1月14日に、大島を立ち、これが、最初の別れとなる。しかし、西郷は、国府、島津久光の不況を買い、再び徳之島に罪人として、遠島処分となる。同年6月30日に途中で、大島の西古岬に停泊するが、この時、西郷が、紛り横目の徳藤長に対し、相仮名に会いに来ないよう依頼する手紙を送付している。7月2日、徳之島の湾ひとしやに、西郷が到着し、この日に、菊草を生んだ。また、8月20日には西郷が大島代官の騎馬伝内宛てに相仮名に着させないように依頼する返書を送付しているが、西郷の徳之島来島を伝え聞いた相仮名は、8月26日に大島から兄を伴って子供2人を連れ駆けつける。久々の親子対面を喜んだのもつかの間、翌8月27日には藩から沖永良部島へ遠島する命令書が代官所に届く。そこで再び別れ、翌日に大島へ戻る。その後は、徳、藤長や騎馬伝内、桂久武などの講演を受けたとされる。西郷は、沖永良部島で罪人として牢に入り健康を害するが、後に待遇が改善される。翌々年の元治元年、西郷はようやく、島津久光より赦免され、2月21日に沖永良部島を去る。途中、2月23日に、龍郷の相仮名の新居に立ち寄り数日を過ごし、大島を立つ。これが西郷との3度目かつ、最後の別れとなり、以降は相仮名は大島を出ることなく、書状や進物をやり取りするのみとなる。なお、2人の子は父に再会し、菊次郎は維新後の明治2年に、鹿児島の西郷家に引き取られる。菊草は相仮名の元に残るが、12歳の時に、鹿児島の竹村西郷家に引き取られ、14歳の時に大山清之助と婚約する。明治維新により、藩法の制約がなくなり、菊草と共に相仮名も鹿児島を訪れるように書状で促されるが、ついに実現しないまま西南戦争を迎える。戦役で西郷は自陣、出陣した菊次郎も重傷を負い、清之助は投獄される。戦役で負傷した菊次郎は、しばらくの間、故郷大島の実家で過ごしており、菊次郎が台湾に赴任する際も実家に立ち寄っている。一方、菊草は、大島には、戻ることなく、明治13年に清之助と結婚し4子を設けるが、不和となり、晩年は、夫と別居して、菊次郎の下で暮らしている。西南戦争から21年後の明治31年。大島の地元有力者や笹森儀助らの尽力により、龍郷屋敷の庭に、勝海舟名による西郷南州流宅地の記念碑が建立し、記念式典には相仮名も参列する。明治35年9月28日、農作業中に倒れて死去。享年65。かつて、奄美大島の支配を任された笠利氏が、薩摩藩の直轄領となった後も、家格を認められ、享保11年に代々外上州中格となって、田畑姓を薩摩藩主より与えられるが、天明5年に判明により、龍に改める。本祖である、笠利為治は、琉球の代に直し、初代なお、円王の父、なお吉備の孫とされ、後世鹿児島返し等では、笠利氏は、源為朝の嫡流である、ともされている。相名は、龍家の文家筋の龍為志の娘であり、父、伊種は文家の当主、為顕の弟で、為顕は文家となって六代目にあたる。最後を預かり、婚儀の媒酌人も務めた、龍左民が、小説やドラマ等で叔父として登場するが、過疎、笠利為治から数えて17代目当主にあたるため、勝ちの4男とされる助民は、相名の叔父ではない。詳しい経緯は不明であるが、龍家と西郷の深い関わりや彼女が、文家筋の娘であったことなどが、本妻ではない島妻の提供を可能にしたと考えられている。龍氏は、幕末期まで奄美における為政者として存続し、明治維新を主導する薩摩藩の主財源であった佐藤清さんに大きく貢献することとなる。笠利為治、笠利為満、笠利為明、笠利為吉、龍利成典、笠利域、笠利為成、龍利成紀、笠利為寿、田畑、為達、龍為勝、龍為善、龍為安、以下省略、相名の名前については、西郷が所管で、ありかなと記名したものが現存していることなどから、一部の研究者より、ありかなと読むのではと指摘されていたが、2018年に歴史研究家の原田良子の研究により、西郷の息子、西郷菊次郎の戸籍を確認したところ、母の欄にありかなと記載されていることが確認され、戸籍上の表記が明らかとなった。これに関し、原田や原口泉は、当時の薩摩言葉では、ら行の発音が難しいので、音尾変化で利害となったのではないか。そのため、ありかなも口伝えで、相かなとして広まり、死後に相名の字が当てられたという可能性があるとしている。また上代由来の和語、うないは、うなりや、おなりと転化することから、相かなの、いも、いと似た系列の表音とも考えられる。さらには、奄美語と関係の深い琉球語では、和語と比較して、R 音が脱落することが知られている。一方、龍愛子と記す相名自身の戸籍が奄美にあることが知られており、さらに、龍愛と署名した明治29年や31年の書簡も現存している。しかし、愛子、愛と呼ばれていた記録はない。母の欄に、ありかなと記す西郷菊次郎の戸籍は、相名死後の明治37年以降に作成されたものだが、龍政書簡や菊次郎戸籍にかなで、ありかなと明記されている事実は重く、生前からありかなと呼ばれていたと考えるのが自然である。テレビドラマ表記や読み方については本文を参照。龍郷集落より 1km ほど南にあり、かつて小浜と呼ばれていた。なお、この本家を相続代理人として管理していたのが龍為行である。もっともこれは後世の脚色であるとする遺説があり、来ないようにとの書状は、結局は、代官や役人を通じて、来島を催促する結果となり、また1日ではなく1週間ほど、再会の時を過ごしたとの説もある。この頃大島に左遷されていた。龍政とは、西南戦争で再会、城山で共に散る。西郷の末族から提供を受けたものとされ、伝来の書面と考えられる。ありがとうございます。